こんにちは、マセン6494です。今回はドラゴンボールドッカンバトルの振り下ろされた罰ビルスのレベル30ですね。やっていきたいかなと思います。極限 Z バトル。まあ1からやりたいかなと思ったんですけど、30でキリがよく終わりにしていきたいかなと思います。でですね、パーティーはこう、ノーパーティー。で、神次元パーティーがダメージ効きやすく軽減が上がるということで、持続性で使えるキャラを突っ込んで、プラス、他の神次元の必殺技レベルなどいろいろ考慮してこのパーティーになりました。で、一番右の悟空は早属性ですけど、高防御なので入れています。まあ、他に神次元の地属性がいればよかったんですけど、いなかったので、このようなパーティーになっております。真ん中が怖いんですけど。真ん中が怖すぎるんですけど、正直。どれぐらい食らうか、ちょっと見てみるのもいいかな。よし、必殺技が、最初に来たからよかった。弱点属性でも必殺技は4万くらい食らうんだね、レベル30は。全然食らえませんね、これ。よかった、高防御で。案外神次元パーティー高防御のキャラクター多くて、まあディフェンスがすごい高くなってるっていうのもあるんですけど、この一番先頭のやつも高いし、このベジータもそこまでダメージ食らわせられないんですけど、10万20万ぐらい、18万。もう一瞬止まっちゃった。いいですね、高防御。クリティカル結構大きいですね。それで 1.5 倍ぐらい食らう相手に。ちょっとダメージやっぱ上がってる。一番怖いとすると、最後のデジータに攻撃、必殺技が来るとちょっと怖い。あと1ゲージ。多分残る。お、マジ？必殺技3連発したんだけど。あ、来た！うわっす。ということでですね、まあ、このようなパーティーを組めれば、レベル30までは、まあ、結構余裕でいけるんじゃないかなと思います。地属性の神次元のキャラクターがいればいるほど有利になるかなという感じですね。はい、ということで、今回はドラゴンボールドッカンバトルの振り下ろされた罰ビルス
のレベル30でした。では。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタン、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。